らと生まれてくる。ずっとずっと前にはもうアポロ11号は月に行ったっていうのに。絶対いやあるよそりゃあれだよあるけどさなんか練習結構やるバンドなんですけどそうですねそれでやってたらでなんかいつもその日の最後にじゃあ、うん、練習終わりにすっからちょっとちゃんとやろうっつって1曲通そうとしたら1曲通すんですけど
クソやる気がなくてまあそうだね。でどうしたっつったら2時間ぐらいやってね、飽きたんじゃねっつってごめんごめん、それはごめん本当に。いやこのためにやってんのにさ、彼がね、この左から2番、右から2番目か、彼がね、ないよ、いや、行ったんですよ、最初にもう2時間ぶっ続けぐらいで練習してね、それで最後、締めようってなった時にアポロ飽きたなぁ急に、こんなね、飽きたなぁって言われても歌いながら正直アポロは歌いすぎて、まあそうですね、もう申し訳ないぐらい経ったんだって話なんですけど、で、まあ次に歌う曲なんですけどそうですね、次は、まあこれラルブルさんと、あ、ジョーチーのラルブルさんと、あと法政大学のビーバップラルブルってことだね、ラルブルさんと一緒にやるようなライブだったんで、うん、それでちょっとこの曲はやりたいなってね。そうですね、ちょっとおしゃれにちょっとカッコつけたくなっちゃったんですよね。まあオリジナルの曲ではないんですけどす、ね、ちょっと頑張って練習したんで聴いてほしいなと思います。じゃあ2曲目いってみようか、聴いてください。
その日時も止まらない雨が恋が降らせた雨が二人を昨日へ返さないありがとうございました。